夏だけに購入するっていうよりも、長い目で見てこれはどうやって着こなしていけばいいかなっていうところを考えながら購入されるのをね、おすすめしたいと思うの。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、GU とユニクロさんをメインなんだけれども、セールをメインにして今から秋までも着れるようなものをご紹介したいと思います。ただね、夏物を安く買えばいいっていうものではなくて、長くいかにコスパを良くするかというところをお話ししていきたいと思います。それではね、 PC の画面もご覧いただきたいと思います。まずはね、最旬買い足しアイテムというところでご覧いただきたいんですけれども、くすみカラーがね、まだまだ来てますよね。もう飽きたなんて以前コメントくださった方も多いんだけれども、まだまだくすみ人気です。このね、透け感トップスっていうもの、これをおすすめしたいと思います。シアサイドリボンチュニックブラウスっていうのも素敵だと思います。こういうね、白っぽいものよりもダークブラウンなんかの方がいいかなと思うんだけれども、ちょっとね、ものによってはね、これが安っぽく見えるかなとも思いますが、あとね、これメッシュバックリボンセーター、これがね、かなり高見えな感じです。こういう感じ、カーキとブラウンとナチュラルがあるんだけど、ナチュラルもいいと思うし、後ろがね、こういう風になってるんですって。なかなかちょっとセクシーというか可愛らしい感じなんだけど、全部の感じだとこういう感じね。はい、これね、うまく花田島さんなんかのワンピースを着て、その上からこういうね、ものを着たり、もちろんこうやってパンツを中に履いてっていうのも、下に履いてっていうのももちろんいいと思います。なかなか可愛らしいと思います。スタイリングなんかでも可愛いですよね、こういう感じの雰囲気とかね。はい、同系色のパンツでインをしてっていうのも素敵ですね。これもなかなか可愛いんですけどね。うん、このところからこうやってパンツを見せることによってね、可愛らしいんじゃない。よく見るとサイドにリボンがついてて、足長さんに見えるのね。ここが可愛いなと思ってます。あとはね、このワンピースも可愛いのよ。これこれ、バンドカラーシャツワンピース2490円、これも可愛いと思います。白と黒もあって、上にね、さっきのほらセーターなんかももちろんいいし、なかなか素敵だと思う。あとね、これこれこれ、990円のこれ、こういう感じ。インナーとパンツを同じ色にするっていうのもいいけれども、ワンピースと一緒に合わせるっていう手もあります。これなんかも素敵よね。夏じゃないって思うかもしれませんけれども、中にワンピースを着る、それこそ私の今着ているこのね、豆さんのワンピース、これ V だから、ネックもこれも V じゃない、だからこうやって V 同士で合わせて着ることによって、ちょっと秋口まで、でちょっとノースリーブだから上に何か羽織物をするっていうところももちろん OK だし、こんな感じでね、パンツとセットアップ風な感じでこうやって着ていただいて、ウエストマークするっていうのも素敵だと思います。はい、ですので繰り返しますと、バンドカラーシャツワンピース、トゥーウェイメッシュリボンワンピース、ノースリーブのやつね、これね、メッシュバックリボンセーター、これ多分これそうだと思うんだよね。ほら、そう、メッシュバックリボンセーターとこのバンドカラーシャツワンピースを重ねてるはずなの。なので、これもぜひとも忘れずに、ブラウンもいいし、ナチュラルもいいし、黒もいいんじゃない。そしてメッシュバックリボンセーター、これもね、確かに990円で安いんですよ。レーシーニットロングベスト、これただね、着方が結構難しいと思うので、着方を間違えるとちょっと年齢がいってそうに見えるかな。あとね、ユニクロなんだけれど、これコットンギャザーチュニック七分袖1990円、これセールになってるものじゃないんだけれど、なかなか店舗で見るときにね、透け感といい、ちょっと透明感があって、で袖をね、こういう風に着るんではなくて、こういう感じでね、クシュッとさせて、こうボリューミーな感じの袖にしたりとか、思いっきり前をバーッと開けてしまうっていうのも可愛いと思うの。ちょっとここまで詰めてしまうよりも、中にね、それこそこういうのを着て、前のボタンを開けられて、クシュッとした袖にして、ロングのワンピースの中に着るっていうんでもいいでしょうし、とにかくね、珍しいのがね、ユニクロさんでこういう袖口っていうのはあんまりないじゃない。そういう意味では、これをクシュッと上までこう持っていくっていうのは、今時感があるし、若々しい印象になると思います。ただね、ここに書いてあるんだけど、洗濯したらシワクチャっていう意見があるらしいんですよ。で、こういう柔らかい素材って洗濯の時にね、結構大変っていうような意見もあると思うので、そこだけ気をつけていただければめちゃくちゃ可愛いと思います。シルエットが丸くて可愛いっていう声もあるので、今の時期着ても暑
暑苦しくないし、こうやって中にインをしてワンピースだったりとかこういうねブラトップみたいなものを着てパンツを履くっていうのでもいいし、白も綺麗だけど黒も可愛いと思います。はい、というわけでね、私ほら今日ねマメさん着てるけれども、こういうようなものっていうのはね夏だけじゃなくて上に何か着れば秋まで着れると思うんですよ。この上にもちろんジャケットっていうのもありだしけれども、さっきみたいなチュニックブラウスみたいなものを羽織ることも OK だし、ロングカーディガンみたいなものもいけるし、夏だけに購入するっていうよりも長い目で見てこれはどうやって着こなしていけばいいかなっていうところを考えながら購入されるのをねおすすめしたいと思うので、そういう意味ではご覧いただいている皆さんになるべくいろんな着回しができるものを購入してご提案しているつもりなんだ。だからねぜひとも私これちょっと苦手なのっていうようなものって中にはあるかもしれないけれども、後々あこういう意味で五十嵐さん買ってたのねみたいなことをねご理解いただけるとすごく嬉しいなっていうふうに思います。とにかくね、今の時期ニット系の透け感のあるさっきのベストだったりとかメッシュな感じのセーターだったりとか後ろがリボンついてるやつとか、ああいうのはね本当に割と長いこと重宝すると思いますのでおすすめ。というわけでいかがでしたでしょうか。はい、まだまだねセール品は続くと思うんだけれども、その中でもこの夏だけではなくって今年の夏から秋にかけて来年の秋にかけて着れるように長いスパンでぜひとも購入を考えてください。もう安いから買っちゃえっていうのもありなんだけど、390円とか、ね、190円とかっていうのも中にはあるので、安物買いの銭失いになってしまわないようにお互いに気をつけたいと思います。それでは試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。あ、そうそうそう、これはねよく私がヘビルテでつけているパリに住んでる友人の作品です。はい、エデンって言います。はい、それでは次のコーディネートでお会いしましょう。